薬理ケーブルは、香川県高松市群れ町群れの薬理登山口駅から、薬理山条駅に至る四国ケーブルの、ケーブルカー路線である。薬理ケーブルと呼ばれているが正式な路線名はない。四国八十八箇所第八十五番札所の後県山、薬理寺への参傾者でにぎわう。毎月一日の縁日には、早朝四時十五分から運行される。戦前、薬理登山鉄道が運営していた、 ケーブルカーを戦後に新会社の薬理ケーブルの運営で復活させたものである。薬理ケーブル湖1964年の再開業の際に日立製作所で申請した車両を現在も使用している。形式はコマイナス1型で1.2の2両が在籍する。前面は丸みを帯びたボンネット型の形状で、側面は3扉、折り戸となっている。 車両の相性は付けられていない。2019年現在の車両塗装は、車体側面が白色、車体下部が灰色、前面は1が赤色、2が青色である。現在の塗装は2016年の全般検査時に変更されたもので、それ以前は、車体側面と下部の色は同じだが、前面の色が異なっていて、1がオレンジ色、2が緑色となっていた。なお、 再開業当初は、同年に開業した東海道新幹線にあやかり、一点にともに、アイボリージに、ブルーのラインという塗装だった。かつては、イカホケーブル鉄道や、六甲ケーブルにも、同系の車両が存在した。2020年2月1日海底下りの運賃を、上りより安く設定している。全駅香川県高松市に所在。鉄道免許上カフ。 漢方1926年10月13日、日本全国諸外者役員6、第38回、地方鉄道運輸開始、漢方1931年2月23日、鉄道ピクトリアル1964年5月号、P86、新幹線にあやかったブルートアイボリーのツートンカラーと説明されている。六甲ケーブルについては、二両編成で、 山上川の車両がこれと、ほぼ同型になっていたが、フロントガラスの上に日差しが設けられていたことから、顔つきの印象が異なっていた。薬理ケーブル、四国ケーブル、2020年2月16日閲覧。新運賃表、四国ケーブル、2020年2月16日閲覧。ありがとうございます。